見えてるかーい。2018年、10月の10日夜中の2時10分です。いやー、ツイッターにさっきの写真あげました。悔しかった。マジで悔しい。いい写真になるの分かるでしょ。さっきの俺が悔しいって言ってた意味分かるでしょ。あれめちゃめちゃいい写真になるの分かるでしょ。俺の頭の中では計算できてたのよ、あれが。でもその顔の色合いであったり照明で悔しい悔しいっていうの分かるでしょ。見たことない世界観出てるでしょ。あれは超悔しいな。見てくれた？ツイッター見てくれた？みんな。みんな見てくれた？あのツイッター。あれさ、なんとも言えない世界観出てるでしょ。いやあれね、要はね、顔と顔が暗くなっちゃってんの、あれで。悔しいよ。あれもっと綺麗に撮れるの。今度モデルさんに依頼来たらテストで出そう。あ、ハートありがとう、セフィ。ね、分かるでしょ、惜しいっていうかさ、もう完璧なのが。であれを照明とかピント合わせとか色合いとかを自分でできたらめちゃめちゃかっこいい写真撮れるんだよ、あそこ。見つけたって思ったもん。おー、できた。うわ、うまそう。いいね。あれは悔しいよ。これ卵2個。のんちゃん卵1個。うん、落としておくよ。もう少しだったんや。いや、香料の問題じゃない。香料じゃない。香料は確保できてんの。そうじゃなくて被写体に合わせるホワイトバランスが間違ってんの。だからそれはしょうがない、目視できないから。ご飯いっぱい。ご飯いっぱい。あ、でもそんなにいっぱいでもなくていいや。何個炊いたの？2個。2個か。だからまあ、のんちゃんが食べる分のあまりでいいよ。めっちゃ悔しい。うん。要はね、緑の方にホワイトバランスを合わせてるから、顔の方に、要はサイドの問題だね、サイド。でもね、あれは上なのか下なのか、要は空間認識能力はバグるでしょ。要は緑一面だから。だからね、撮りたい。その緑の中を飛んでるような絵になっていいんだよね。はい、ありがとう。植えようか。そう、俺タバコ吸ってる。なんかお水かなんかある。お茶パックさ、つけてさ、なんかお茶作ってくんね。あれね。うん？コップでっかいやつで。いや、俺は幸せもんだよ。飲めしうまいよ。ちょっと悔しい一枚だったな。え、なんでドボンしたの？あ、
なんかついてた三角に、うん、食べよう。食べよう。いただきます。タバコ吸ってる、美味しいご飯ありがとね、うん、アコスタってなんだろう。アコスタが分かんねえわ。アコスタって何。なんかこの前三原さんさ、なんか言いたいことがあるって言ってなかった。なんか夜放送やってたら言うわみたいなこと言ってなかったっけ。言ってた記憶があるけど、うまい？忘れた？箱のスタジオ。味は美味しい。うまい。いただきます。うん、コスプレとかはあんまり興味ないな。レイヤーは興味ねえな。被写体、人間を撮るのは好きなんだけど、うん、あれはまた別だと思う。なんか言っちゃ悪いんだけど、コスプレ撮ってる人って写真下手だと思ってて、で、あれカメラが好きでコスプレイヤー撮ってるんじゃなくて、コスプレイヤーが好きで撮ってるじゃん。俺の中では芸術性ないと思ってんのよ、あのコスプレ撮ってる人たちに。だからアイドルの追っかけのカメ子と一緒だと思ってる。要はさ、芸術性あんまり感じない。レイヤーの女の子の自撮り。自撮りっつうか。
アニメが好きとかさ、あのミラーレスは叩かれてるよ、もともとアルファ7が出るまで。だって俺もカメラ買うときミラーレス買ったら爆笑すっかんなって言われたもん。でもちょうどアルファ7にしようと思ってた、おおって言われたもん。もともと一眼レフ好きな人の中では邪道なんだって、ミラーレスカメラ自体が。うまいね、もうじゃ美味しいよ、うんうん、悔しいな今日の一枚は。もっと表現極めないと。なんか便所さんに言われたんだけど、映画撮る気ねえだろみたいに言われて、なんかね、便所さん結構人のこと見てるんだけど、かいつまんだ情報で語弊が多すぎ。もともとさ、写真は動画の勉強でやってるし、映画やめるなんて俺言ってないの。だから話の内容聞いてなかった、ね、全然。茶碗ダイソーだね。あ、みんなって時間差あるんだ。振動もよくわかんないけど、なんか俺がよくあのなんだろう、あミラーレスはね、軽いのが利点とさ、あとまあだからあのファインダー覗いた時にやっぱ実物と違うっていうのが欠点があるって言ったら、そこが克服されたっていうふうに言われた。関東も甘いよ。俺甘いのが好きだね。すき焼きは関西風嫌い。うどんとか関西風大好きだけど、すき焼きだけは東京の方がうまい。関西風は違うの。だしっぽくない？そうなんだ。うん。すき焼きも？だからすき焼きは別に東京で脳が一番うまいと思ってるけど、東京というか関東風、うビジターさん、
ビジターさんコメント書くのやめて。ルール守って。うまいよ。おい千葉。わかんない。どうなんだろうね。関東が発祥なんじゃないの。わかんないけど。もともとあれステーキの代用として作ったんでしょ。いや牛をこういう風に食わなかったから。いや西洋文化が入ってきた時にステーキ代わりっつうか。うん、うまく食べて。うん。まだお肉あるよ。うん。もうお腹いっぱい。明日食べよう。うん。あ、うまい。もういいや。ごちそうさま。ありがとう。うめ。うどんにしてもいいじゃん。焼きうどんにする明日。なんでもいいよ。美味しいわ。いやさっきのショット悔しいな。奇跡のショット取れたのにな。仲良しだよ。仲良しだよ。だって彼女だもん。俺の大事な彼女。仲良しだよ。
ミラーレスは買わない方がいいのって俺アルファ7ミラーレスだもん。うんとね、一つの部屋を真ん中にパーテーション代わりに区切ってあって、で今がセミダブルなの。だからセミダブル2つ分ぐらいの部屋、のりこがいつも寝てるのが今ご飯食べてるところで、その向こう側がソファーのスペース。あ、すき焼き関西発祥なんだ、知らなかった。なんか焼いたりするんじゃん最初にこう、うん、すき焼きって焼かないの最初。割り下だけで最初に肉を焼いて食べていくみたいな。また東京行きたい。え、東京来てんの、マキちゃん。はあ、花火ありがとう、マキちゃん。東京行きたい。いやいや、普通に来ればいいじゃん。うん、花火ありがとう。すき焼きはね、牛から焼き始めるイメージあるよね。あれ東京からなのかな。ちょっとよくわかんねえな。でもまあ大阪の方がいいよ、好きだよ俺。なんか通天閣めっちゃ可愛い。通天閣があれタワーだって言ってる大阪民は多分ね、スカイツリー見たらうんこちびると思うよ、ほんとね。失神すると思う、うん、もうレベルが違うから。多分通天閣の20倍ぐらいでかいのかな。通天閣かわいいじゃん、ちっちゃくて。通天閣そこのマンションぐらいでしょ。あ、多分それくらい、本当に。でも松が低いからどっからでも見えんの、うん、通天閣。夕焼けとかにすごいいいんだよ。なんか高級住宅街歩いたな。そうな、悔しいな。マキちゃん東京来たことないの？西成ってところに通天閣があるんだけど、東京2階だけか。いや西成行ったじゃん、なんだっけ、串カツ食ったよ。なんだっけ、なんかすげえ小さいんだよな、歩いてぐるぐる回るんだよね。どこ行ったんだっけな、なんかすげえコンパクトな街でびっくりしたんだよね。西成ってさ、あれでしょ、っていうかさ、なんであんなスラム街みたいなところがさ、あんな街の都会のど真ん中にあるのかはよくわかんないんだよ。東京とかだと外れたところにあるのよ。なんなんだろうね、大阪。西成ってあれ、すっげえいいところでしょ。立地で言ったら、なんか独特な街だよな、大阪って。いや、すごいよね、なんか。無法地帯だもんね。大阪は独立国家だからね。なんかウィキペディアの西成暴動かなんか見たの、すっげえ面白いんだよ。
なんか暴動が20回ぐらい起こってるんだけど、全部日雇いの労働者が仕事もらえなくて毎回暴動になったりとか、パチンコ山のパチンコ屋の出玉ってなんか出ないとかいうので暴動になったりとか、基本的にね金で揉めるの大阪の人って、で暴徒化するの西成で、それすげえ面白い。あとまあ大体その日雇いの仕事がもらえないとか、なんか金回りがおかしいっていうことで揉めんだよね。だからあそこって要はスラムでしょ、要は日本の。行政介入できないのかな。あとあれもあるもんね、なんか花魁の、花魁つうかなんか売春の、東京三屋っていうところがあるんだけど、多分西成の方が有名だし、西成の方がスラムっぽいね。まあもともと新宿だってそういう街なんだよ、闇市だから。ここはあの東京の都庁ができて変わったの、もともと歌舞伎なんてそういう街じゃん。要はあのコリアンタウンと中国系マフィアと在日の人たちが作った街だから、都庁を作って高級ビルとかいっぱいできて、あこれ形持って、で新宿はその都会化していくっていうか、うん、新宿はもともとそういう街なんだよ、行政が介入して変わったの。今でも名残残ってるけど、歌舞伎なんかもともとあれじゃん、不良しかいない街じゃん。子供の頃怖かったもん、こんなねデートスポットとかね、夜景がどうのこうのなんてなかったよ。タラコちゃんいらっしゃい、寝配信やる俺、寝配信。さっき撮った写真みんなに見てもらおうか、ちょっと待ってね、配信モードラジ画像を選択して、さっき撮ったやつがこれなんだけど、すげえ惜しいんだよ俺の中では。見える？さっき撮ったのこれなので、すげえもっと明るく撮りたいし、緑をもっとその人をくっきり撮りたかったの。いい写真でしょ。だからね、ここのスポット、要は死体みたいな肌の色になっちゃったし、モデルのその表情とか構図を確認できないし、これねいい写真になるよ、あのちゃんと撮ったら。ちょっとこれは悔しいショットだね俺の中で。すげえ悔しかった。見えてる？人の色が良くない、もっと緑を生えさせたいしね。ちょっと俺の中では悔しいっすよ。あーお腹いっぱい。俺のツイッター見てごらん、マキちゃん結構いろんな写真あげてるよ。あ、ていうか今見せるのか、うん、今見せてあげるよ俺の気に入った作品集を。ちょっと待ってね、まあ、ツイッター見たら分かるんだけど、これとかも結構いい画像だな。これがお気に入りかな今。これとか画質が綺麗に映ってるかどうか分かんないけど、ありがとうフワチャリ、ありがとう。あ、ごめんなさいデミオさん、あのフォローしてないの、フォローしてない方ブロック対象なんで。これめっちゃいいでしょ。最近カメラ買ってさ、あの練習してるんだよ。だからさっきのなんかもっとよく撮れるんだけど、要は
あの自分の目で目視できないからなかなか取れないんだよね。まあこれとかもすげえ俺はいいなと思ってるんだけど、これとか、うん、これはお台場フワチャリありがとう。フォローしてない人のコメントはブロックです。書いとこう。もう書いいくら書いても分かんないんだよね。うちコミュゲンみたいなもんなんで。いいでしょう。まだ1週間ぐらいだけどね、写真撮り始めてからもう映画撮る用に買ったんだけど、結構何枚か撮ってますね。これとかね、いやカメラ買えばいいって問題じゃないね。iPhone でも別に撮る、俺 iPhone でもうまいもん。あのいいカメラ使ったら色合いとか光のあれとかはうまくなるけど、結局ね何で撮ってもうまい人はうまいから。ただやっぱり画質が綺麗だね、圧倒的に画質がいいっていうだけかな。一眼レフ構図とかさ、モデルの表情の作り方とか、いやどっからどう撮るのかっていうのはあのカメラマンのセンスだから、それはカメラじゃ補えない。iPhone はすごく高性能のカメラだから、昔のコンパクトデジタルカメラよりはるかにいい性能で写真撮れるから、うまい人は iPhone でもうまいよ。カメラ買えば上手くなるってわけじゃない。俺まだまだ下手だからあの偉そうなこと言えないけど、ロックバンドを撮るっていうか、バンドを撮るのが一番難しい部類に入るから、要は照明が後ろから焚かれてるし、動くでしょバンドマンって。だから結構難しいジャンルの一つだよ、あのバンドを撮るっていうのは。動いてるものを撮るのっていうのはシャッタースピードとか、なんて言えばいいのかな、俺もまあバンド誘われたんだけど、めちゃめちゃ練習になるって言われたんだけど、あの断っちゃって。グループを撮る上、ロックバンド構図だけど、要はあの移動ができないじゃん、自分自身がお客さんがいるから。だからまあバンドに許可を取って、もう俺だったらステージ裏とかステージに入らせてもらうけど、それしかないね、考えうることは。要はもうポジション取りがすごく難しい。だからまあ難しいよ、超上級者レベルだよバンド。もうポジション計算、カメラの配置、もう中で自由に動けるんだったら一番いい写真撮れるけど、まあ、とにかく最前列キープすること、まずはで端から撮るのか正面から撮るのか自分で決めて、あとはもうシャッタースピード早めにして、もう下から煽って撮るのかどうするのか、もう構造はあらかじめ聞いておいて、俺だったらもう一瞬もう1枚に絞ってガッと撮るね、何枚も。でまあ 100回ぐらいシャッター切った中で一番いい写真を選ぶかな。最前列がキープできないとしたら三脚を用意するかな。あ、バンドのジャケか、アーシャか、あ iPhone で撮るの、うん、照明を持っていくこと。照明が全て。暗いところで撮ったってことは、あのね、光と影のコントラストが出せてないのね。
で人物を撮るときはぼかしっていうのをやるんだけど、まあ、簡単に言うと照明を当てて思いっきり寄せて撮るのが普通だと思うけど、うん、だから俺がこの前やったのも失敗しちゃって今見せるよ。やっぱ照明だね。今俺が一番欲しいのは照明で、まあ、さっきも、まあ、自分撮ったの何枚かあるんだけど、まあアーシャっぽい感じだったらこういうのとかさ、まあこれもっと右に構図をずらして俺だったら左側の壁のところにバンド名とか入れたりするかな。昔だったら、いやあのね、傘みたいな本気の照明が理想なんだけど、とにかく強い照明でドンキとかで、まあ、5000円とかで売ってるやつ一番強いのくださいって言うとなんとかなるとは思うけど、まあとにかく光なんだよ。で iPhone で撮るのはちょっと失礼に値しちゃうかもしんないね、うん、まあアーシャっぽいやつで、これさっき撮ったやつなんだけど、待って他にも見てみるね。アーシャっぽいやつ、うん、まあこれはだからその照明使えばよかったっていう失敗作なんだけど、まあ、こういうのとか、うん、この要はもうちょっと寄せるか、ちょっと待ってね、構図が狂ってる、ちょっと待ってね、これをさ、例えば、ああ間違えた、ライブラリーから選ぶで、ちょっと待ってね、例えばこういう感じ、ああちょっとずれたな、まあいいや、そしたら左側に空きができるから左側に文字入れるとか。でもこれ人物が青っぽくなっちゃうでしょ。これに俺はあの暖色系の色入れたらもっとかっこよくなったと思う。あのでもコンパクトカメラとかについてフラッシュなんて話にならないから絶対使わない方がいいの。本格的なフラッシュとかだったらいいんだけど、まあ構図だよ、もうどうにかするんだったら構図、要は黄金比使うか三分割法だっけ、もうこればっかりはセンスだから、うん、まあ例えばその左側に配置するんだったらこういう取り方とか、右側に文字を入れるんだったらこういうのとかも、これもまあ俺自分自身の光が青白くなっちゃってるから全然気に入ってないんだけど、これだったらもうちょい引きで奥行き出してあのなんだろうやるのとか、ジャケットっぽくなるんじゃないかなとか思うけど、ちょっと待って、これだったらこの写真、例えば写真1枚でもどう切り取るのか、ジャケットのサイズがあるわけじゃん、ジャケットとかそのサイズ、これって今のは間違ってる構図で、もっとなんて言うんだろう、もっと小さくっていうか、ちょっと待ってね、うん、無理だな、写真のサイズをそれ用に撮ってないからあれなんだけど、これくらいに寄せちゃって右側にそのパンフレット、あのなんていうのかな、あれを入れるかな、情報だけど、まあこれは光っつうか蛍光灯の色とホワイトバランス間違えちゃってるから、俺がこれはまあ失敗例だね。なんて言えばいいんだろう、まあ難しいよ、もう一概にさどれがいいっていうものでもないから、もうまあ見て決めるっていうか、なんつうの、そこセンスだからね。これなんかもう顔が潰れちゃってるから絶対ダメだね、うん、いやバンド名とか入れらない写真1枚でパッっていうのはね、あアーシャか、アーシャの場合だったらどうだろうな、うん、まああとさ、その構図だけじゃなくてその表情を作らせるっていうのがあるから、うん、だから答えないよ、答えない、いいものはいいしダメなものはダメなんだよ。あ、それはオバショットって呼ばれてるやつだね。要は構図を理解してないな。奥行きを出せないんでしょ、奥行きとか。真ん中にドンは一番やっちゃいけないって言われてることだね。うん。うん、例えばこれって左向いてるじゃん。だから右に、少し右に配置するんだよ。
まあ、これ俺が撮った写真じゃないから、俺が撮るとしたらこういう構図になるっていうのを今変えるね。例えばこれだったら左を向いてるじゃん俺が、だからこういう風にするかな。まあ、これはこの人はあえてそういう風に撮ってるんだけど、ちょっと待って今構図を変えるよ。俺だったらこうかな、ちょっと待って、俺だったらこんな感じにするかな。これくらいの配置にするとバランス、あーちょっとずれちゃったな、まあまあ、今フォトショップじゃなくて配信で遊んでるからちょっと勘弁してもらいたいんだけど、そこはご了承ください。ちょっと構図が狂いやすいけど、多分純粋に下手なんだよ、そう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 、真ん中ドーンはタブーだね、絶対ダメだね、いやあのね、簡単に言うとiPhone とかにも3分割3分割の9個のマスのあれがグリッド線っていうのが出るはずなの、設定で iPhone ので、そこの線の上に人を立たせたらまあ間違いないっていう、線の上に人を立たせるの、右か左に。でこれは逆なんだけど、右にこれは左の方に寄せたら良くなるとは思うかな。だからなんて言ったら、右向かせるか左向かせるか、正面向かせないこと、まず正面から撮るとのっぺりするから角度を絶対つけること、それだけで本当に変わる。モデルさんに横向いて顔だけこっち向いてってお願いするので、目線をずらしてって、そうするとミステリアスな、だから窮屈な感じになるんだけど、だいたいそのみんながいいなと思うものって無理な構図なの。体が反対向いてて顔が反対向いてる、目線が逆向いてるとか、モデルさん見てみると分かるよそれは。でそれはまあモデルさんの仕事なんだけど本来は、例えば これで言おうか、これで言うなら体は正面向いてるんだけど横向いてるでしょ、分かる。でこれまっすぐ向いて足も組まないでまっすぐ座ったらおばさんのショットになっちゃうの、真ん中に座って。だからこれ右の椅子に座って反対側を向いて足を反対側クロスさせてっていう、だからそのなんつうの、絵として成り立つのね、わかるかな。正面から撮るとダメよ、正面から撮るのは難しいと思ってた方がいい、相当難しい、テクニックがいる。それを正面に立たせても、だから正面からこれは立ってるんだけどそれでもこうしたもんね俺、これは正面ショットだね、でも横向かせた方が絵になるでしょ。これまっすぐ向いてたら絶対ダメだよ。今ね LINE っていうか携帯で配信やってるから確認できないね、確認ができない、ごめん。いやでもね、もう写真集とか見たりしたらわかるよ、自分のと比較したら。パクるのが一番いいと思う、写真集とか雑誌とかの表紙とかどうやって撮ってるのか。もう表紙でね撮ってるのはもうプロのカメラマンだから間違いないから。例えば俺も持ってるんだけど、ちょっと待って、こういうやつ、例えばこれ何千円だったかな、これ3200円で売ってんの、2018年の広告の写真だけが載ってんの。だからどういう風に物を撮るのか、どういう風に人を撮るのかってもうこれ見たら全部わかるのよ。これ世の中の広告、ひふみん、3月のライオンと映画のパンフレットとか。だからそうするとさ、さっき言ったさ、ここに文字入れるんだ、ここに文字入ってるんだけど、やっぱりセンターに入れてないでしょ人。この写真ですらちょっと構図がずれてるんだよ。これすごくいいよ、だからプロ中のプロが撮ってるからね。でドセンターで撮ってもちょっと顔の向き変えさせて逆の手をこっち側に入れてたりとか、これはね俺はちょっと下手だなって思うね、これは俺の中でないね、このまあこれ意図的にやってるんだろうけど、ほらドセンターにしても斜め向かせてるでしょ、
ほらこれなんてまさに分かりやすいじゃん、横向いて顔だけこっち向いてっていう、アシンメトリーっていうか、なんて言うんだろうな、正面、要はね、これはわざとアットホームにするためにやってるんだと思うけど、家族写真っぽくわざとやってるんだと思うけど、こうなっちゃうはずなの。こういうことでしょ多分マキちゃんが言ってんの。こう真正面から撮った家族写真みたいな感じになっちゃう。だから動きがないのよ写真って。静止画だから動きを少しでも出したいの。だからまあプロのモデルさんとかこうだよね、やっぱ斜めだよね、斜め横とか角度、腕の角度とかさ、これ計算してるんだよ。これもそうじゃん、真正面から撮ってるけど斜めにも首をかしげてるでしょ。躍動感って言われてるものはそういうものよ。まあ、そもそも真正面から撮ることはタブーだよ。だからさっき言った 3分割、3分の1に区切ったところの線に立たせるっていう、うん、放送の邪魔するんだったらどっか行ってください、いらないです、うん、ブロックしますよ。あ、これなんかいい写真だね、これうまいね、うん、これは最高の写真、うん、これは撮った人うまいね。放送の邪魔する人ブロックしますからね。まあとにかく真正面から撮るなんてことはもう絶対にないことだと思った方がいいよ、うん、絶対に。記念写真はだからまっすぐ立ってまっすぐ撮るからよ、うん、でカメラ目線になるから。最初好みっていうよりもね、いやまずまっすぐ撮るっていうことがほぼないと思った方がいい、ほぼないと思った方がいい。だからもうこういうの見たらわかるって。っていうか世の中の街とか雑誌持ってるでしょ、家の中にあるはずなんだよ。男の人だったら漫画のグラビアとかさ、女の人だったらファッション雑誌とかの表紙見ればいい。最初の5ページぐらいプロのカメラマンが撮ってるから、うん、真正面から撮るのもあるんだけど相当難しいショットだと思った方がいいよ。相当難しい。まあまあ考えられないかな。まあ俺は絶対やらないね、うん、いやこれ宇多田ヒカルも斜めだよ、斜め、基本的には斜めで目線だけカメラに向けてもらう。カメラから俺は外させるけど、ここ見てここ見てってやるね、ここここうとか、ここ見てってここ見てってやる。うん、これは本っていうかフォトグラファーズファイルっていう、なんて言うんだろう、フォトグラファーズファイル、要はフォトグラファーのなんて言うんだろう、要は広告、要はプロって現場で働いてるとこ広告なわけじゃん。要は写真家たちが僕の作品、全員写真家が載ってんのここに。要は商業的に成功してる第一線で活躍してて、こういう写真とこういうモデルで撮ってますよってものもあるし、服のモデルもあるし、まあ映画もあれば本も漫画もあると。要はフォトグラファーの本よ、フォトグラファーズファイルだねこれは。まあ俺はこういうのを見て、あ、例えばこれってどうやって撮るんですかとかプロの人に聞いてんの、 こういう写真撮ってこういうことをやりたいんですけどって、あ、だったらこういうカメラを買った方がいい、こういうレンズが必要だよとか、うん、そういう感じかな。集合写真は集合写真で、あれがまた味があるわけじゃん。わかる？言いたいこと。俺は集合写真はあの並びで正解だと思ってんの。誰もがもう定番の撮り方で、もう垣根を越えて何世代もあの撮り方で、まあ記念撮影の場合なんだけど、よくあるのが全身を、あ、じゃあ下手な人の写真の撮り方で言ったら、まず全身を撮ろうとするで、対象物、要はなんかお寺の全部と、全身を入れようとするから構図が引き、やたら引きになる。だからピントが合ってない。だからすっごく遠くから小さい人が写ってるから顔の表情も見えない、なんだか分かんない写真なの。俺だったら顔にガッてカメラ寄せて半分顔で半分お寺とかの構図を作るの。画面いっぱいに2つしか映らないみたいな。
だから 今のここよ、ここに顔があってここにお寺が見えてるみたいなっていう撮り方をする。だからもうそれはセンスだよね。分かんない人は分かんないから。だから踊ってみたみたいになっちゃうんだよ。踊ってみたの動いてない絵みたいになっちゃう、下手な人って。全部を撮ろうとするの。そうじゃない、一部分だけを切り取る。だからさっきそののりこにこうじゃないこうじゃないって言ってたのはまさにそれで、その違う全身入っちゃってるじゃんって言ったのそうで、さっき納得いかなかったのが、そう、さっきもったいないもったいない、それのりこが悪いって問題じゃないからね。例えばなんだけど、なんていうのかな、俺が本当にやりたかったことは、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これで顔をきれいにしたりしたら、これちょっとやっぱピントがボケちゃうんだけど、これでいい表情で撮れたらすごくいい絵だと思うの。もうちょい左かな。なんかね、難しいよ、やっぱそのなんだろう、そのセンスの世界っていうのを具現化するっていうのは、なんかこれなんか、まあ、ちょっとよく撮れたんじゃないかな、これなんか今日撮った中ではまあ綺麗に撮れた方なんじゃないかな。でも左、これを真ん中で撮るでしょ普通の人は。左に寄せてるじゃん。でもね、多分ねこれ左に寄せた方が正解なんだよ。真正面から撮ったら何にも面白くない写真になると思うよ。これはこれでいいんじゃないかな。下から煽って撮ることによってこう威厳が出るじゃん。威厳つうか威圧感が出るんだよね。まあただの公園のモニュメントなんだけど、まあまあいいんじゃないでしょうか。これはこれで。よいしょ。そうそうそう。右にこれ月じゃないんだよ。これライトなの。要は電柱を消してるの俺が。でしょ。わざとそう撮ったんだけど、月に見えるように撮ったんだけど、要はこれ街灯なの。月じゃないから。そう、街灯。要は月に見せようと思ってわざと暗く撮ったの、電柱が見えないように。街灯です、これは。月じゃない。月はこの大きさで光らないから。でもわざと月っぽく撮ろうって思ったから嬉しい。今月も綺麗だねって言ってもらえて。街灯、なんで美しいのか分かんない。じゃあ OK、 分かった、いくよ。これ縄主がよくやるんだけど、これもテクニックね。あーどうもこんにちはって、こういう角度でブサイクに映すの、ちょっと光が邪魔だな。だからこれなんで、光が邪魔なんで、ブサイクでしょね、こういう林になる。でもこれを角度を変えるだけでこういう風に撮ったらちょっとかっこよくなるでしょ。わかる。だからこれをこうどうするかなんだよ。どっから撮るかな、どっから撮るかな、これで全然表情変わるんだよ。もう無限に可能性があるの。で今のこれ覚えといて、この顔の感じ。のんちゃんどいて、どいて。ライトっていうのは照明の強さっていうのは、ライトに光るとこうなるの、色っぽくなるでしょ。ライトの元で、わかる。これがさっき言った照明っぽさ、わかる。そう、光の下で撮ると全然違うでしょ。これが照明のパワーなの。要は顔のなんつうの、粗さとかを抜くんだよ、光を飛ばして。これでアーシャになるでしょ、こうやってやるだけで。これ風呂場だよ、ただの。
これがだから逆光っぽい感じでやりたいんだったら後ろにライト焚きたいって言ってんのこれよ。神々しくなるでしょ。ただこれだと顔の表情が取れないから、のんちゃん顔にライト当ててもらえる？神々しくてさらに2発のライトが必要だって言ってんの。後ろにバックライト焚いて神々しくして、のんちゃんライト焚いて俺の顔に。これだと暗すぎるの。いや今顔にライト焚いてもらうからっていう撮り方とかを今やりたいと思ってる。俺に顔面にライトピカーって当てて顔に。だから別に iPhone でも撮れるんだよいい写真は。だけど外部の照明とかが必要。ライト俺に顔にガッて当てて、もっと近くていいよ、ここに当てて。ほらこうすると明るくなるでしょ。これ借りるよ。こういうこと、ね、こういうことかな、うん、これ2発のライトで出してんの。これがないのとこうやってあるのじゃ全然違うでしょ。ライトの角度によっても変わるのよ。いや、その光が弱いな、うん、っていう、まあ構図だけじゃなくてその光っていうのをどう使うのかっていうのがカメラのセンスな。それもオレンジ色のライトなのか白色のライトなのか青系のライトなのか。まあライト買った方がいいよっていうのはそういうことね。 OK、 うん、まあ俺もまだまだ全然自分でやり始めたばっかりだから、でもまあセンスはある方だと思うよ。あとはそのアーシャだから被写体を浮かせたいと思ってるから、ロケにはこだわんなくていい。要はかっこいい場所で撮ろうとしちゃってるはずなの、マキちゃんは。要は人物を浮かせたい時の場合は後ろに何もない方がいいでしょ。ロケにこだわってるからごちゃごちゃするの。要はこういう写真と一緒、ごちゃごちゃするの。そうじゃなくて人物を浮き立たせる簡単な方法は、まあモデルとかがよくやモデルっていうかプロのカメラマンがよくやってるのはこういう何もないところで撮る。だから人物にフォーカスがいく、うん、目が。だって本人を目立たせたいんでしょ。だったら何も後ろがバックが白とか無地とかの方がいい。だから真っ白い壁、真っ黒い壁、もうとにかく後ろが同じパターンの壁の方が人物が浮き立つっていうことを覚えておいた方がいい。誰を目立たすのか。だからかっこいい場所で撮ったらかっこいい写真が撮れるわけじゃないよっていうシンプルなところ。だそれで言う、そういう意味で俺はこれいいと思ったの。要は緑しかないから俺にフォーカスがいくのよ。そう、単色バック緑しかないから俺に行く。ただ俺の色が黒く潰れちゃってるからこの写真は悔しいって言ってんの。例えばちょっと待ってね。例えばなんだけど、これなんかだからアーシャに使いやすいなっていうのが見ててね、うん、俺はこれ青壁最高だと思う。これは配信者がなんでここを好き好んで選んでみんなが青壁青壁って言ったかっていうと、ただ青くて自分が浮くから。ここでみんな配信したがるのはよくわかる。セットみたいに使えるから、ただの青い壁だから目立つでしょ。青い壁ってないから。だからこういうところで写真撮るとこういう風な感じになる。目どこ行くっつったら俺にしか行かないでしょ、何もないから。だからまあ単色バックっていうのは選択肢としてありだと思うよ。背景はガチャガチャしてない方が本人がかっこよく映る、うん、だからね、むしろ分かるんだよ、マキちゃんがどこで失敗してるのかって。かっこいいところでかっこよく撮ろうとするからなんだかわけ分かんなくなるんだ。だから物とか撮る時も俺はその物を浮き立たせたい時っていうのは後ろの背景は単色とかその木のグラデーションとかじゃん。これだとそうした方がもうメッセージ性は伝わりやすいよね。
ごちゃごちゃさせるっていうのはそれだけ複雑な構図になるから難しくなるはずなんだよ。プロ向けっていうのかな、上級者向けっていうのかな、何を見せたいのかっていうテーマ、テーマを持たせた方が分かりやすいと思う、かな。俺が言えるアドバイスは、だからね、俺ね、実はね、髪の毛赤で足が黒でしょ、これやめようと思って靴黒買ってる、買おうと思ってんの今。そうすると絶対に髪の毛に目がいくから、今ね俺ね靴の色赤は失敗だなと思ってんだよこれ。靴にね、靴と頭に目がねチラチラっていって、どうしてもね足の方に持ってかれるんだよね。これはね靴は黒に変える、ちょっと足元に目がいくのは良くない。ただね、あの引きで取る場合締まるんだけどね、うん、まあ難しいよな写真はな、センスだからね。まあまあ難しいの分かるよ、うん、カラーを入れるのはフォトショップですか。そうだね、だけどまあ、あの素人だと無理だって考えた方がいい。あの別に何だろう、構図だけでも綺麗に撮ることはできるから。うん、これだとね、左のこのなんかマイナスの青い看板が邪魔になってるんだよな。こっち側を削るかな俺だったら。ちょっと待ってね、まあ、これはこれでいいんだけど、後から編集する考え方とその構造をバッチリ撮る考え方って別なの。だから俺だったらこの写真はこうするかな。うん、構図、あーちょっとやっぱ難しいな、ちょっとこれ無理があるな。要はカメラのやっぱ撮る人のセンスだよねそこは。そうそう、多分ねマキちゃんはねこういうところで写真を撮ろうとしちゃってるんだと思う。こういうところでしょ、これは多分 やりがちでしょ。俺だったらここで撮ったら背景に持ってかれるよ。これは難しくて顔アップで撮るね俺だったら。だから難しいと思った方がいい。顔を寄せて、あの古谷賢治とかが昔やってた感じ、うん、難しいよこんなところで撮るのは、うん、諦めた方がいいっていうよりも、だったらこれにバンド名入れた方がかっこいいと思う。こういうところで撮る写真っていうのはものすごいテクニカルだから、言いたい、やりたいことは分かるすぐ。だからこれなんか今日撮った写真だけど、ちょっと見せるね。だからさっき言ったわざと顔アップにしてっていうのはこういう撮り方なの。後ろが光ってるけん、これね顔の要はあの光が弱いから俺は失敗だと思ってんだ。顔の光が強かったらかっこいいんだよこれ。だから後ろが何でも良くなるんだ、うん、これは失敗ね。顔の光が弱すぎるから暗く潰れちゃって後ろの光に負けてるからフラッシュ焚かないといけなかったの。これ失敗例。まあ俺のツイッターにアップしてない写真だけど、まあ、わかるよ。あ、だからこれなんてわかりやすいんじゃないかな。お台場の夜景なのに、これすごく参考になるかもしれない。お台場の夜景なのに、お台場の夜景ぼかしてるでしょ。後ろの、本当だったら、背景も綺麗に撮っちゃうところを、あえてもう、なんつうの、素材に変えちゃってるっつうか。だからこういう撮り方がいいんだけどね。でもこれは iPhone じゃこれはできないのね。ぼかしっていうのは iPhone じゃできないから。だからそれだったらカメラを買わないとダメだね。だから普通はそういう風に撮るのよ。背景をぼかしちゃうのわざと。その被写体をこう映えさせるために。うん。わかる？これ照明がっちり当ててるわけじゃん。
でも後ろのお台場の夜景、お台場だって認識させないじゃん、うん、光めちゃめちゃ焚いてるでしょ、うん、だからだったら単色で撮った方が味があるかっこいい写真になると思うよ。これね、アンチブロックしてよかったね。偉そうに素人がとかめちゃめちゃ叩かれるよなんだてめえ偉そうに素人のくせによとかさ、そうカメラマウンティングされる。カメラマウンティングねえ、あとは何だろうね。まあ光だよな。だからこれなんか分かりやすい例じゃん。正面から撮ったけど動きが足りないからこのわざと半分顔隠して動きを出したなんて。真正面から撮ったけどこれはうまいよね逆に。だからテクニックだよね。顔半分隠してくださいって多分指示をしたんだと思う。だからその印象的な写真になると思う。で今度はまあ iPhone で撮るんだったら必要ないんだけど、その光量をどれくらいなのか、シャッタースピードどれくらいなのか、 F 値どれくらいなのか、 ISO どれくらいなのかっていう概念が出てくるんだけど、その辺はね iPhone っていうのは自動でやってくれるから、逆に言ったらもう iPhone 撮りになっちゃうんだけど、あ、じゃあかっこいいテクニックを言うとするなら、例えばタブレット持ってる？タブレット、マキちゃん、タブレット、タブレットを真っさらにすると黒い鏡みたいになるでしょ。タブレットをここに当てさせて、風呂場光あるじゃん。で壁単色でしょ。タブレットここにこうやってやって、こう取ってごらん、ここに反射するから水みたいに。タブレットをここにこうやって引いて、上ライトをこっちかこっちか、ライトの近くに立たせて単色ので、斜めから取ってごらん、反射するから。タブレットをビカビカに磨いて、そしたらなんかこう鏡写しになったような素敵な写真とか撮れるよ、印象的な、うん、例えばのんちゃんの iPhone で言うと、ちょっと借りるよ、こういう風に撮る。そうするとここに自分が映ったり光が入るように計算して撮る。こういう感じかな、ほらこういう感じ、これを計算して撮るのよ。わかる？今俺の顔が映ってんの分かる？ここにこれを計算してこう撮るっていうか、こういう感じかな。ちょっと角度が難しいけど、うん、とかね。まあ鏡でもいいだろうし、鏡だと露骨になるからタブレットはいいかもしれないけど、 iPad 側を撮っても面白いよ。iPad 側を撮ったら変な感じになると思うけど、 iPad をピッカピカに磨かないといけないから、うん、はい、ブロックです。フォローしてねえじゃん。何が年収3000万だよな、笑わせんなよ。ん？どうしたの？眠そうな顔してる。iPad 側っていうか、なんつうんだろう。こう、なんていうんだ。うん、ちょっと待ってね。カメラの計算が難しい。こういう感じ、ほら、うん、こうちょっと待って、俺が目で見えないな。こういう感じかな、うん、とか。 iPad だって分かんないでしょ。そう、うん、これをうまく計算して角度を調整してこう撮るとか、分かる？言ってること。それは距離感であったりとか難しいんだけど、こうかな。
まあセンスだよ。セックスと同じだよ。ハウトゥー本読んでもセックス上手くなんないでしょ。実践あるのみだよね、のんちゃん。そうか。そこマグロでしょ。マグロ。そうだよ。そうセンスだから。分かった。うん。うん、俺がセックスの話したらマグロって言ったら笑って言われるから。分かった。覚えといて。うん。とにかくちょっと間開けて大きい声でマグロって言えばいいから。うん。うん、今仕込みをしたところだね。何曜日？金曜日になったの？うん。おいしい。マグロライフ頑張ります。築地のマグロだからね、生きがいいんだよ。ね、ピッチピチ。冷凍マグロ。うるせえよ。冷凍マグロなの、うん。鮮度がいいってこと？鮮度はいい、まあいいんじゃない？うん、カッチカチだけど。動かない。動かない。カッチカチなんだ。動かないんだ。マグロはね、冷凍した方が美味しいんだよ。知らないでしょ。いろんな自然を撮りたいポートレート。自然か、あ、自然はまあ超難しいと思うよな。だ太陽がどこにあるのかっていうのと、まあ自然はな、なんか自然は難しかった。俺はあのこの前畑を撮った時にすっげえダサい写真になっちゃったから、うん、それはね難しいよ。ケイチェルこんばんは。すごく難しいね、うん、まあでもやっぱ人が一番面白いかな。人が、自然は本当に太陽と時間帯湿度いろんなタイミング合わないと。いやだからなんかね、釣りとかに近いと思うね。釣り、あの自然を撮る人は要はもうかかるまで待つっていうか、忍耐力と、あ、うーん、すげえ難しいと思う。風景、季節、風、うーん、うん、それこそすごく、ね、奥の深い世界だと思う。俺は人ぞなんつうんだろう、こうなんテクニックっていうのかな、なんかこうレゴというかパーツを組み合わせて遊ぶタイプだから、うん、俺だから人工物の方が好きかな、写真を撮るんだったら。自然は難しいし、なんだろう、あんま向いてないっていうかグッと来ないね俺は。でもなんか自然そのままな綺麗さよりも、これって本当に存在するのかって思わせるかぐらい綺麗なものって、やっぱね人の手が介入してるものだと思ってるの。そのさっき言った霧吹きの原理もそうなんだけど、三原さんが言ってた霧吹きの原理とかもそうなんだけど、あの黒沢映画でいうとこの黒い雨を降らせたりとかね、稲妻を人工的にやるとかさ、
稲妻のシーン黒澤明自分で作ったんだよ。思いっきり強い照明で失明するぐらい強い照明焚いて逆稲光を撮ったの。まあそういうものの方がなんか俺は人間らしいのかなっていうか、じゃあこの中で好きな写真ある？甘いよね。老後は自給自足なんで本当舐めてると思うよ。農業やってる人からすると舐めてんのって感じでしょ。あれはね、いい、あの朝焼けかな、朝7時15分か、朝焼けだね、あの赤はいいよね、あれは美しい赤だね、わかるよ。夕方か、19時か。日の入り日の出はいいよね。なんかね、分かったな、素材で見ちゃうんだよ。素材っていうのはどういうこと？素材っていうのは、例えばこういうとこの、なんか汚れ具合とかパターンを見ちゃうの、ね、そういうのとか、構図は見れないよね。そこのあれとかもそう、こういう、そういうのとか、こういうなんか、こういうこっちの模様の方を見ちゃう、確かにのりこの絵そういう感じだもんね。わかる、すごく。だからそういうのを撮っちゃうっていうか、わかるわかるわかる。それとかもね、のりこのさ、赤い部屋ってあれどうやって作ったの？赤く塗ったの？ただ部屋を、あれは赤い照明、赤いなんかモフモフした布が、フェルトか、あの 毛があるじゃん、フェイクファーを貼って、そこの中に照明を仕込んで、赤いセットで撮りたいんだよな、赤で。はい、ワドツ。あれ、そんな時間？相変わらず朝早いな。おはよう。リスナーさんのコメントで時間を把握するって新しいよね。おはよう。アイテムありがとう。緑の写真がいい。どれ？色がね。見せて見せて。あ、いい色だね。いい色だね。やっ
色彩の方に行くんだね。まあ、画家だもんな、しょうがねえよ。なんか素材として見ちゃう。うん、こういうのはこれなんかもうデザイナー介入してるよね、絶対。人がいない方がいい。でしょ、うん、分かる分かる。だってこれ絶対アーティスト介入してるんだ、この配置の仕方って、うん、作品として見ちゃうんだよ、うん、分かるよ。おい、たくみさん、バカありがとう。うん、波来てんだ、いいじゃんいいじゃん、いいことだ。積み重ねたものにはチャンスが来るからね。積み重ねて貪欲というか、チャンスをつかもうとする人にはチャンスが来る。奥手な人はダメ、待ってる人は絶対に向かない。ビジネスは自分からつかみに行って売り込めるやつが勝てるんだ。あとは売り込んだ時に実証される力を持ってるかどうかだよね。仕事、人物はグッと来ないんだろうね。人があんま好きじゃないんだ。うん、風景とかは結構いい。チャンスが来てるんだ。大丈夫だよ、その星に生まれてたら絶対チャンスはものにできるから、自分を信じて。そう、持ってるやつは何やってもうまくいくし、自分が持ってるっていうことを確信すればいい。お茶ちょうだい、お茶そこにあるから。配信も一緒だよ、持ってるか持ってないか運試しだから。持ってるやつはバンバン行く。いや頑張ったらダメ、うん、頑張ったら負け。証明すればいいよ、自分が優秀だっていうことを証明すればいい。頑張らなくていい、ありのままでいい。無理すると反動が来るから、ありのままどしっと構えて、僕と仕事組まないと損しますよって言えばいいんだよ。うん、あ、これ好き。うん、これ、うん、うん、見せて見せて、うん、スーパーだ、うまいね。上から撮る天才だね。のど越しなんてこれすごいもんね、迫力が、うん、これ天才だわ。この人すごいね。写真家誰？何さん？小林さん。小林光さん。この線すごいね。のど越し撮ってる人だ。絵みたい。絵みたいだね。ワドさんマジどれにムカつきました。俺もうどれさんブロックしてるから、もう関わってないから。俺に言われても困るんだけど、なんかあったの？あ、ていうか335さんムカつきましたとかじゃなくて、うちフォロワー限定放送だからマナー守って、フォローしてない人のコメントブロック対象だから。ムカつきましたじゃねえよ、本当に。まあでもこれは広告の写真集だからね。うん、ちょっと違うんだよね、きっと。うん、
まあ、作家性じゃないよね、商業的な。サムネイルとかさ、ヘッダーとかサイト作るには参考になるよ。もともとそのつもりで買ったやつだから。写真用の勉強じゃない、広告よ。いかにキャッチーに作るかだよね。芸術性はやっぱり薄いよね。よく気づいたね。自分で撮った写真何枚か送ったので、後ででいいので見てくれませんか。あ、見るよ。うん、今見てみようか。ツイッターに送ったの、 LINE かな。これさ、椿の写真はさ、何で撮りました、これ。椿の写真はこれ iPhone？ Android？ あのカメラ、スマホだ。白飛び加工したの、あれ白く、あれはね、白飛びっていう状態で、あの加工してないとしたら、あれはわざと表現で使ったの。あれはね、良くないって言われてる撮り方の白飛び。ムチムチだな。アンドロイドのカメラアプリで撮ったんだ。でもああいうなんか淡い表現が好きな人もいるよね。いるいるいる。もう花を撮るんだったら、俺だったら色合い強く撮りたいかな。多分朝っぽさを出したいんだと思ったん、分かるんだよその光の加減で。だったらフレアとか入れた方がいいと思う、わざと。うん、ぼやっとしちゃうから。一眼レフのように撮れるとは判断してない。あのね、あの分かるよ言いたいことは。でもあれは画質が劣化しちゃってる、だからポクポク見せてるので、あの拡大すると分かる。やっぱね、アプリは後処理だから限界がある。ポクポク見せることはいくらでもできる。
白飛びしてる写真に見えちゃう。あれはレンズ傷ついてんのか。やってんの珍しいじゃん、うん、どうした？調べてんの写真、うん、花とか山とかやっぱ俺は分かんねえな、うん、難しい、うん、多分手つけることないと思う俺は。すげえ難しい。ただ単にこういう、うん、こういうのだけが好きなの。わかるわかる。こういうだけ。いやわかるわかるわかる。いやわかるよ。何のサビ？これ銅のサビ。え？銅のサビ。ああ。わかるわかるわかる。抽象的な感じが。あ、一眼のように撮れるっていうのはシャッタースピードとかを変えられるんだ内部で。あ、それはまあいいアプリだな。でもその機能を別に iPhone にも搭載すればいいのにね。すごい。ISO50、あのね、ISO は基本的に、どうなんだろう、iPhone で、あのね、俺が教わったのは、ISO100 が理想っていうか、昼間の中では。ISO はいじるなっていう。ISO50 って、だって、相当暗い、ISO50 で、ね、加工してなくてあんな白飛びしてんの？なんであんな白飛びすんだ？逆に暗くなるはずなんだけど。シャッタースピードが32分の1で ISO50 だったらあんな感じにならないはずだと思うんだけど。加工しないでああなったの？え、なんでだ？逆の現象が起きてるな。一眼で逆にやったら真っ暗ぐらい、まあ昼間だからあれなんだけど、そうならないはずだ。ホワイトバランスを多分、白くしちゃおうかな。なんだろう、ピッピーいらっしゃい。よいしょ。
からさかな。FV5じゃダメだよ。なんで？ね、でも意識が飛んでるな。寝配信になっちゃう。あと23分じゃ頑張って喋ろう、うん。何について喋ろうか。コメントが。うん。Android アプリだけなんだ。あ、まあ、Android アプリだってやった。いや、俺はね、Android あんま好きじゃないんだよね。いやだからね、Mac か Windows かっていう話になった時にね、やっぱね、ジョブズの言ったね、まああのビル・ゲイツが傷ついた一言だよね、あのセンスがないとかダセーって言ったいやダッセーんだよ、Android は。 Windows もダッセーんだよ。だからまあほら、ビル・ゲイツがオタクじゃん、だから分かるんだよ。そのジョブズはファッションじゃん。だからね、iPhone とか Mac とかを、だからその芸術家とかが Mac 使うっていうのがよくわかる。え？ソニーのスマホ。ソニーのスマホ、ダメなんだ。ソニーじゃない。ソニーエリクソン？どこ？いや、Android はダメだよ。Android はダメ。ソニーのスマホ、Android はダメ。イエーイ。俺ハンドロイド使ってたんだよ俺も、うん、クソだったもんね。これなんだっけ、サムソンだっけ、人って、あれ、うん、なんかドラクエとかできるよっつって、なんか友達が入れてくれたんだけど、これ使ってたんだけどダメだわ。非常によろしくないこれは。なんだこれ、なんていう機種なんだろう。二度と使いたくないもん。やっぱアップ
ップル製品でももうアップルもダメだかんな。ジョブズが死んだ後もう予想通りだもんね。終わったよアップルは。じゃあスマホで撮ろう。え？スマホで写真撮ろう。写真撮る。一緒に。要はね、やっぱね、芸術なんつうんだろうな、こう美しいものを使いたいよね。美しいもの、美しい。うん？外す。あ、やったけど爪剥がれちゃう。パワーねえかんな。不器用だもんね。エクスペリア。メーカーどこの？わかんない。エクスペリアがブランド名の。エクスペリアどこのメーカーなんだろう。あら、もう日本スマホダメでしょ。撤退しまくってるでしょ。今日はコメント少ないね。じゃあ俺そろそろ寝ようかな。じゃあみんなお疲れ。今日はお休みになります。おやすみなさい。おやすみなさい。皆さんおやすみ。またね。おやすみ。